し空中に。ごめんなさい、お姉ちゃんちょっと人見知りっていうか不愛想なところがあって。余計なこと言わないの、これはただの宣伝だよって。うんで、うん、宣伝だ。オッケー。おお、ひなまで。この度パパの言うことを聞きなさいがアニメになります。うわ、硬いなお姉ちゃんは。皆さんよろしくお願いします。はじめまして、高梨空です。テレビ放送に先駆けてパパの言うことを聞きなさいのキャラクターソング CD が発売となります。トライロ11月9日発売。高梨美優です。テレビ放送開始の前になんとパパの言うことを聞きなさいのキャラクターソング CD が発売です。ブリリアントデイズ11月23日発売。聞いて。